かろう。そなたは記憶を失っておるでの順を追って話していくとしようかの。お願いします。ハイラル王国の歴史は太古の昔から幾度もガノンという名の厄災に見舞われてきた歴史。その度勇者の魂を持つ者と女神の血を引く聖なる姫の活躍によって平穏を取り戻してきた繰り返しの歴史なのじゃ。ガノンとの戦いを伝説として幾度も刻みながら時は流れた。これより語るは今から1万年ほど昔の話じゃ。1万年。当時のハイラルは高度な文明を花開かせておった、うん、それはもはや魔物すら脅威としないほどじゃったという。人々はその技術や力を勇者と姫の助けにしようと考えた。そうだね。厄災が復活してもその封印を確実にするものを作ろうとな。彼らは人が操る4体の巨大な獣、神獣、そしてガーディアンと呼ばれる自らの意志で敵と戦うからくりの兵を作り出した。神獣を操る4人は特殊な能力に秀でた者より選び出された。こうしてガノンに対する術は整えられたのよ。王様のお話と一緒ではある。1万年前も同じことが起こってるってことなの。そして再び厄災ガノンが復活しハイラルを襲った時、彼らは勇者や姫と共にガノンに立ち向こうたのじゃ。ガーディアンは小さいながらも数を生かして勇者たちを守り、神獣はその巨体から猛撃を放って奴の力を削り取った。そして大魔の剣を持つ勇者がガノンにとどめを刺し、聖なる力を受け継ぐ王家の姫が見事奴を封印したのじゃ。が1万年前だね。そして100年前、予言された厄災ガノンの復活に備えるべく1万年前の伝説に習い、我々は準備を急いだ。これが王様のお話か。ここからがというか。しかし結果は、我らはキャッツを侮っておった。そして二度と同じことを繰り返さぬよう姫様はそなたにこの言葉を託されたのじゃ。まあ、4体の神獣を解放せよと。4体の神獣、聞いてみましょう。4神獣、それは厄災ガノンに倒された4人の英傑が操った古代シーカーの兵器のこと。ゴロン族ダルケルが操った神獣はルータニア。リト族ギーバルが操った神獣はメドウ。ゾーラ族ミファーが操った神獣はルッタ。ゲルド族ウルボザが操った神獣はナボリス。わって言いにくいな。神獣たちの力なくしてガノンに立ち向かうのは困難を極めるじゃろう。
100年前ガノンに奪われてしまった神獣に乗り込み、再び我らの手に取り戻すのじゃ。神獣たちの手がかりはハイラルの各地に住む4つの部族のもとにあろう。シーカーストーンの光がそなたを導いてくれよ。その場所にいる部族の長に会ってくるのだ。4体の神獣を解放せよ。しかしそのシーカーストーンはまだ完全ではない。ゼルダ様が残されたそれは道しるべ、そしてそなたの記憶そのものじゃ。そうだの。果ての村の古代研究所なら力になってくれるかもしれんぞ。果ての村ってその東の果てで光っておるのが果ての村。大厄災の被害を免れた数少ない村の一つじゃ。ゼルダの道しるべ、そなたはゼルダ様のこのハイラルの希望なのじゃ。さあもう後戻りはできん。己の心に従い突き進むがよい。インパを訪ねてがコンプリートしましたね。ではでは、そこあふわーってそのわびっくりした。ここ開くにして、じゃあとにかくどうしたらいい。とにかくマップどこからどう行くみたいなのがあった方がいいと思うんだけど、ここが今一番近いのか。このなんだっけ、果ての村みたいな、果ての町で、そこから、あ、でも、もっともっと離れるのかな？あの、さっきの四神獣のところ。じゃあ、ここに行くのが一番いいということだと思うんだけど、ここってさ、今さ、かかりこ村に帰ってくるみたいな、あれがなくって、で、祠が、近くにあるみたいだから、ああ、馬さん待ってくれてる。ちょっとでもここにいてもらった方が安心？安全？なのかしら。一旦、この、安全そうなここでさ、祠を探してみる。近くにある、あるみたいな、こう、この、ファンファンっていうのは、こう、このこれね、なってるはなってるから、ちょっとやってみようか。ここなら、魔物急に出てこないでしょ多分。これは一体どのようにして、どう向けばいいんだ。こっちに走ると、あ、でもピヨンっていうのが出るけど、すぐ消えちゃう。こっちに走ってもピヨンっていうのは出るけど、同じく消えちゃう。この探知するやつ。こっちに走ると、探知しないというかなのかな。ピヨって言わなくなったり。こっちも違う。こっちはピヨって出るから、こっちに走ってねえだ。そうだね。どうこっちでもなんか出てしまうんじゃないのかな。出てしまっていいのか。中にはないか。こっちちょっと行ってみようか。ピヨっていうのが消えない限りこっち方角みたいなこと。あ、消えちゃった。消えちゃったけど、もうここ一本道だったんだけどね。あ、でも今こっち、何かある。なんか不自然な岩がある気がする。こっちはダメだけど、こっち向いたらまたピヨっていう。ことはこっちの方角にあるのかな。何あ、鉄のハンマーだって。今ちょっと武器見てみようか。これ今いらないよね。この骨ちょっとさよならして、でこれ拾っていこう。よしで、こっちにでも行くにはさ、なんかめっちゃ危ないというか、あれかな、祠。
遠くない、ね、ちょっとかかりこ村に戻ってくるためにみたいなさ気持ちだったらちょっと遠くないね。結構この近くにあるんじゃないかなって思ったんだけどな。なんか帰ってこれるようにというか、かかりこ村にすぐに来れるような祠があるって思ってるんだけど、そうでもないのかな。一旦戻ってみる。こっち向きじゃなくてさ、こっち向きにもちょっとなんか反応というかがあったような気がするじゃん。こっち、ほらピコってなるんだよ、ここが。だからこっちに向かってみよう。何？呉服屋です。だってお洋服着替えられるのかな。うわ、めっちゃ立ち寄りで、ちょっと覚えておこう。かかりこ村はまだちょっと全然探索したいけど、なんでご飯作らなきゃ。かけっこ、何か一人さ、びっくりマークついてる。こっちの子びっくりマークついてないのに。話してみよう。姉ちゃまご飯プリコ、お暇？一緒に遊ぶ？いやー、今遊べない。またね、覚えておく。お暇なのに。かわいい。あと、今の一番急ぐのは、この祠があるんじゃないかと思ってるから、祠を探すのが、消えちゃった。でもこっちに向くと、ピコってなる。ここなんか道あるね。ここじゃない。でも村の中にはないかな。どうかな。鮮やかなコッコちゃんがいる。今さ、このさ、なんて言うんだろう、晴れてるか。あった、ほらあったじゃん、ほら。外が明るいからさ、この色鮮やかなコッコちゃんがより見えるんじゃないかとか思ってさ、持ち上げたけどさ、こっち向いた方が綺麗か。綺麗に見えるコッコちゃんが。コッコちゃん、鮮やかなコッコちゃん、ありがとう。おこ。やっぱりあったね、ほこら。かかりこ村にすぐに帰ってこれるためのやつだね、これが。タロニヒのほこら、行ってみましょう。調べる。めっちゃ村の中だった。よかった。これですぐにかかりこ村に帰ってこれるよね。なんとなくだけど、その村とかそういう集落とかに早く帰ってこれる場所というかがあった方が安心するのは私だけ？いや、でも絶対あった方がいいと思うね。と、これは？祠を訪れし者よ。我はタロニヒ。女神ハイリアの名におき、教えを与えよう。タロニヒの教えだね。なんか試練じゃないね、今回。何？怖っ。なんか怖くない？なんか怖くない？このなんか、すごく広い感じ、怖くない？真ん中穴開いてる？真ん中穴開いてるね。え？ちょっと、バトルな予感かもしれない。宝箱開けていってねっていうことだと思う。フラッグ。御神って読むのかな？の盾。シーカー族が用いる木製の小型盾。機動性の確保や視覚を作りにくくするために特殊な形状をしていると言われている。確かになんか不思議な形してる。これちょっとさ、持っていった方がいいという意味で置いてある気がするから、盾、ちょっとこれを一つさよならして、そして盾を使って戦ってねっていう予感がするよね、これ。強いしね、数字というかも。ちょっと待って、縦の構え方いまいち分かってないね。こっちはこちら開く。縦と来たらこちらは剣かな。斬新でいいのかな、読み方の。小刀、シーカー族の伝統的な片刃の剣。他に類を見ない細身の刀身と切れ味を持っており、その作刀には古代技術が使われているのだとか。15って書いてたね、今の。だったら、ちょっと、松明捨てちゃう。槍が今2つあるのか。これちょっと、さよならして、で、持っていかせてもらおうか。多
分あった方がいいはず。そして今おそらくだけどバトルが始まるはず。で、盾ってどうやって使うの？盾ってどうやって使うの？ちょっと待ってね。ちょっと多分動くと敵出てきそうだから、このさ、このめっちゃこの辺りでさ、盾構えるってやってみていい？こう？違う。こうは弓。こう？違う。あ、これは武器投げるやつ。こうだ！こうだ！こうだ！これ今構えてるね。構えてる。盾違うの持ってるわ。多分だけど使ってねっていうことだと思うから、この今、もらった盾と、ね、この刀は、こうね。こう。よし。よし。わかった。で、剣を振るうのはこうね。よし。それだけわかればなんとかなると思ってる。さて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、いいね、フォローなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。